松在泉中病とは、松族を中心とした、松果樹木に発生する感染症である。病原体は、北米原産で日本を含むアジアやヨーロッパの、松類に腰を伴う激害をもたらしている。日本における、病気の汚染地域は徐々に拡大しており、2010年以降、北海道を除く本州以南の46都府県、すべてで確認されている。 関係者の間では、松枯れと呼ばれることが多い。本校でも、松枯れを用いる。行政用語としては、松食い虫が用いられる。世界三大樹木病害に本病を加えて、世界四大樹木病害と呼ぶことがある。また、外見上類似した病害として、ならかれがある。典型的な症状としては、聖火から秋にかけて、 それまで正常であった松の信用が急速に色あせて、最終的には合点する。信用の合点は、症状の最終段階であり、それに、線だって外見は、正常なまま樹脂の進出が減少する。健康な松は幹に傷をつけると、大量の樹脂を傷口に分泌するが、この病気を発病した松は、樹脂の量が著しく減少し全く出さないことも、多い。 このため、早期の診断には幹にピンを刺したり、ポンチで、先行したりして、10死進出以上の有無を調べる。この簡易判定方法は発見者の承諾後にちなみ、お出し判定法などと呼ばれる。また、発病した個体の幹には、多数の穴が見られることが多い。これは、この病気に限ったことではないが、松が弱ってくると、キクイムシや、 カミキリムシが集まってくるためである。条件によっては、典型的な経過とならず、樹脂進出が止まっても外見が正常なまま翌年まで生存することがある。霊涼な地方では、このような経過をたどる個体が温暖な地方より多い。それらの個体は、翌年の春から初夏に故死し,して、年越し枯れと呼ばれたり、さらに遅れて、 通常の松枯れシーズンに至って枯れて潜在感染目と呼ばれることもある。松の在線中、ベルサフィレンクスキシラフォラスニッケルと呼ばれる線中の一種の感染による。以下、特に断りのない限り線中と略す。かつては、松枯れの下人は昆虫ではないかという説が長くあり、松食い虫などの病名にも名残が見られる。この説では、 松食い虫として何種類かの菊い虫やゾウムシ、カミキリムシなどが挙げられており、防除方法の研究が行われていた。確かにコシギには多数の昆虫が見られるが、これらは松が弱ってから侵入したのであって因果が逆であることがわかっている。また、コシギを伐採するとその切り口が青色に変色していることが多いことから、これを引き起こす青変菌が、 松枯れの原因ではないかという説もあった。1969年、林業試験場九州支所の職員だった、清原智也と徳重明山の二人によって、九州の松枯れ古志木から日本では見慣れない線虫が、非常に高い確率で発見される現象が報告され、さらにその後この線虫を摂取した松が枯死したことから、 線虫が松を越しさせる原因であることが判明。この線虫は、線虫学者のマミア・ヤスハルラによって、新種ベルサフィレンクスリグニカラスとして記載され、和名は、松の在線虫とされた。線虫の感染から、松の腰に至るメカニズムは、完全には解明されていないが、最終的には、受体内部の寒類の閉塞。 特に仮道間の閉塞が広範囲で起こり水を吸い上げられなくなって故死することがわかっている。抵抗性種では、線中の移動が抑制され管類の閉塞が部分的であり、致命的な全身の通水障害を起こさないために故死には至らないという。共に抵抗性だが、分類学的には、桃園のストローブ松と低打松を観察し比較した結果では、 抵抗性種であっても種類によって、その防御機構が異なっていることを示唆するような報告がある。近年、この閉塞の原因は、線中や細胞による物理的な管の詰まりではなく、キャビテーションという現象によって細い管内に気泡が発生することにより管内部に空洞が形成され、この空洞が線の役割を果たして樹液の流れを妨げることが、 継続的に発生していることが明らかになってきた。キャビテーションによる仮動管の閉塞自体は、健全個体でも乾燥時等に見られるが一時的であれば、可逆的である。なぜ継続的なキャビテーションが発生してしまうのかは、分かっていない。線中もしくは線中に抵抗した松が作り出す、毒素説、菌類などの第三者が関わる、説。 樹液が変成し、表面張力を失う説などがある。キャビテーションエンボリズムの診断方法として、着色溶液を末に吸わせてから切断して、断面を観察するという古典的方法の他にも、水が途切れる際に発生する、音の一種、アコースティックエミッションを観測するという、非破壊的方法が提案、実用化されており、 蒸散速度や光合成速度の低下を観察するという従来からの非破壊的方法に加えてこのような面からも樹木の水分以上を観測できるようになってきている。船中は病原性を持ち松を枯らすことができるが他の松への移動手段を持たない。これを助けるのがヒゲナガカミキリ族のカミキリムシである。船中は サナギ室内にいる、カミキリムシ新生虫の鬼門に侵入し、脱出したカミキリムシと共に、他の松へと移る。この船虫が初めて見つかったのは、アメリカルイジアナ州で、現地原産の大王松木材中から発見され、当初は、アフェレンコイデスキシラフォラスとして記載されたが、その後ベルサフィレンクス族に移された。日本で見つかり松への病原性を示す船虫は、 前述のように、ベルサフィレンクスリグニカラスとして、新種記載されたが、これも後に移動され、同一種扱いとなっている。B キシラフォラスは、体長1ミリメートルほどの三日月型で死有の区別がある。餌は、松の重細胞と菌類であり、セルロース分解酵素を分泌して、松の細胞を破壊、摂取する。実験室内では、 菌類だけを餌に培養することが可能である。実験室内での培養温度は餌にする菌類の種類にもよるが、摂氏15度以上で増殖、摂氏25度程度で活発に増殖するという。ただし、何世代にもわたって実験室内で培養し続けると、病原性と増殖力が著しく、低下してしまうという報告がある。野外においても病原性の異なる系統が、 共存しているという。病原性の違いの一つに、セルロース分解酵素の強弱の差があるとされる。カミキリムシのサナギの鬼門に入った戦中は、カミキリ成虫が羽化するまで待つ。カミキリが羽化し、成虫が餌としてかじる健康な松の若枝から、健康な松の受体内に侵入する。 この時期は口術の紙切りの生活感にもよるが、一般に5から8月の初夏生夏の時期である。松体内では、樹脂道を使い移動、交尾、産卵を繰り返しながら増殖する。この時抵抗性の種では、線虫の移動は部分的であるが、感受性の種は全身に移動し分布するようになる。また、線虫の増殖は感受性種であっても最初は穏やか。 松が目に見えて弱り始めてから爆発的に増えるという。松は、千中の侵入から2週間程度で樹脂の分泌が減少を始め、2から3ヶ月程度で急激な葉の変色と腰に至る。弱った松は、髪切りの格好の産卵場所であり、髪切りが産卵に来る。千中は、腰儀の中で、青、変菌などを食べながら増殖し髪切りに乗り移る、機会を伺う。 年が明け髪切りが、サナギから浮かして成虫になる際に、船虫は、髪切り機門に潜り込み髪切りとともに新しい松へと移る。偽末松の在船中ベルサフィレンクスミュークロネタス、松の在船中は、北米原産の外来種とされるが、日本には、在来種として、同族の偽末松の在船中 B ミュークロネタス、マミアイエンダが分布している。 本種と比べると弱い病原性を持つが、自ら松に病気を起こすことはできないため、すでに何らかの理由で衰弱していた松を生息場所にしている。松のまだらかみ切りも同様で衰弱して樹脂などによる防御力の弱まった松に散乱するのが本来の生活様式であった。偽松の在戦中も松のまだらかみ切りを媒介者とするが、 松の在政中とは異なり神切りを離脱するのは、ご食事ではなく主に産卵寺である。つまり、健全な松を発病させて媒介者である神切りを呼ぶ。代わりに、衰弱した松に媒介者と同時に侵入していると、考えられている。偽松の在政中と松のまだら神切りは、松林に、時折生ずる飛圧木や節枝、切創下だ。 風倒木などの衰弱木や新鮮コシ材を利用して細々と生活していた生物であると考えられている。その他の類炎線虫線虫という生き物は非常に多種類が知られ、土壌中で腐食を食べるようなものから昆虫や動物に寄生して病気を引き起こすものまでいろいろである。ブルゼフィレンクス属線虫は生態面で植物寄生性であり、 媒介を昆虫に頼るのを特徴としている。現在100種以上が知られており、大きく3グループに分けられるという。日本においては、松の在禅中、偽松の在禅中の他にも、ウコギカ樹木につくタラの在禅中、クワにつくクワの在禅中などが知られる。宿主に対する、病原性は、一般的に低く、何らかの原因で衰弱していたものを腰に追い込む。 ことができる程度のものが多いとされる。末族れ歴で見つかる B 同意などは、病原性はないのではないかとも言われる種もある。しかしながら、中には、高い病原性を持つものも存在し、特に有名なのが、本病の B キシラフォラスと、中南米やカリブ海諸国のヤシ類プランテーションで、アカリン病を引き起こし大きな被害を出している B ココフォラスの2種。ただし、 これら2種ともに被害を出しているのは土着の植物ではなく持ち込まれた植物に対してである。最近では他の種でも病原性が比較的強いものも報告されており、松類苗木に病原性を示した b ンタティなどがある。松の在線虫が発見されたのに続き、この線虫が松のマダラカミキリというカミキリムシによって媒介されて、 感染拡大を引き起こしていることが発見報告された。このカミキリムシは松枯れ被害期からよく見つかることから以前から松食いムシ候補の一つとして名前が挙がっていた昆虫である。松のマダラカミキリはヒゲナガカミキリ族に属する小型のカミキリムシで日本ではこの種以外にも禁煙種が複数分布する。松枯れ被害には松のマダラカミキリの他に 同族のカラフトヒゲナガカミキリも関与していることが報告されているが、後者は前者に比べて、線中の保持数は著しく低く、関与は部分的と言われる。俗名の通り両子とも長い触角を持つが、体の方はいずれも1から3センチメートル程度と、小型。色も松のマダラは、茶色のブチ模様、カラフトヒゲナガは、黒色と地味である。アメリカでの媒介は、 同族の M カロリネンシスなど数種、スペインでは M ギャラプロビンシャライズという種が主に関わっているという。松の在線中の媒介では脇役のカラフトヒゲ長髪カミキリではあるが、ニセ松の在線中の媒介では主役であり主要な媒介昆虫であるとされる。これらのカミキリの成虫は特に終わった木や枯死したばかりの木に好んで産卵し、幼虫は松の材を食べて育つ。 産卵は、晩春から夏にかけて行われる。幼虫は初はめ樹皮直下の組織を食べるが、冬になると、より内部に潜り込む。冬になるまでに、一通りの成長を終えた幼虫はさなぎを経て、6月から7月に、かけて羽化する。カラフトヒゲナガの場合はもう少し早いという。成虫の餌は、松の若い枝であり、材から脱出するとこれを食べに向かう。 後食をしていくうちに、生成熟したカミキリは、繁殖相手を求め始め、やがて交尾、産卵し夏の終わりには姿を消す。松枯れ被害が確認されていない北海道においても、白ヨツボシヒゲナガカミキリという禁煙種が分布する。松属樹木に乏しい北海道の環境のためか、この種が餌として利用するのは、松カトヒ属のエゾマツや赤エゾマツ。 どうかも未族のトドマツだという。このカミキリはこれら樹木の害虫として認識されているが、センチュ虫が北海道に侵入した場合にセンチュ虫を媒介するのかどうかについてはよくわかっていない。ただし、この種は、ニセ松の在ュ虫をエゾマツやトドマツに媒介することは確認されている。他のベルサフィレンクス属船虫を媒介する昆虫には、カミキリムシ、キクイムシ。 ゾウムシ、クワガタムシ、ある種の花鉢等が知られるという。なお、松の在前中に関しては、近年ねの利病儀と健全儀の融合部分からも、感染することが、明らかになっている。青変菌は、名前の通り木材を青く変色させることで知られる。菌類で、ケラトシスティス属、グラーズマニア属、オフィウストマ属など、複数の属にまたがって知られる。 松枯れによる古史木を伐採すると切り口が青く変色していることが多く、かつては青変菌が松枯れの主原因ではないかとも言われていたこともある。日本では青変菌は木材の経済的価値を落とす菌として有名だが、世界的に見ると欧米のニレ属樹木に壊滅的被害を出し続けているニレたちガレ病を引き起こすオフィウストマ。 ウルミやアメリカのナラ類の多くウィルと病を引き起こす、ケラトシスティス・ファゴッチャーラム、アメリカ西部のキクイムシの一種が引き起こすコントルタマツの病気などのように病原性の強いものも複数知られる。しかし、マツカレの場合マツが枯死してから、青変菌が増殖することなどから主たる原因ではないとされた。マツカレ剤に青変菌が見られるのは主に、カミキリムシや、 キクイムシが体につけて持ち込むからだという。センチューは、コッホの原則を満たし、大規模な松枯れを引き起こしている原因であることはほぼ、間違いないが、原因、主因は他にあるとする見方も少ないながら存在する。センチュー以外の病原体説、大気汚染説、酸性右折、土壌の不栄養化による、松の根の衰弱説などが、特に有名。 これらの要因で、松が衰弱し、時として、腰に至ることは確かにあり、実際の山林の松枯れ被害には、線虫を主因に、これらの要因を加えた複合的な問題が、存在すると考えられている。松の種類により、線虫への感受性に差がある。日本三種はいずれも感受性が高く、特に黒松や朝鮮語用は弱い。泉中が、天然分布する。 北米産種は特に東部に分布する種を中心に、戦中に抵抗性を示すものが多い。興味深いことに、アジア産種であっても抵抗性を示す種がいくつか、知られる。逆に、北米種であっても、西部やメキシコに分布するものを中心に弱いものもある。以下、古野における野外での観察による結果をもとに、2位、フルノ、きおはら 特殊毛も加えて感受性についてのリストを示す。人工的な線虫摂取試験と紙切りの思考が加わる野外観察では結果が変わることが予想される。また、線虫摂取試験では摂取時の受霊や摂取量などにより差があり、抵抗性種であっても苗木に摂取したり過剰に摂取すると枯れる場合がある。ゆえに抵抗性の強弱は研究者によって、 多少の相違があるので、参考程度にされたい。種名の後は、その種の、主な分布の字を示す、米東イコール、アメリカ大陸東部、米西イコール、アメリカ大陸西部、メキシコ、アイコールアジア、O イコールヨーロッパこのリストには載せてないが、ハイマツやヤクシマ、種ヶ島に分布する絶滅危惧種ヤクタネ語用も感受性である。ただし、ハイマツなどは、 比較的寒冷地に分布するために実験室以外の野外で影響を受けることは今のところあまりないとされる。また、松族以外の松果樹木の内もみ族、頭皮族、唐松族、ヒマラヤスギ族の一部樹木について松の在戦中による古指令が報告されている。松枯れの主因は戦中だが様々な要素が有因となって発病を促進したり、また、 緩和要素となって発病を抑制したりする。代表的な誘因は高温と乾燥によりもたらされる水ストレスである。松枯れは胃腸病であり、最終的には財の通道阻害によって腰死に至るため水ストレスは発病を促進する。逆に1993年のように夏が低温で雨が多いとこれが緩和要素となって 腰にまでは至らない個体が増加する。大気汚染や酸性効果物など環境汚染も有因となる。これらは単独ではストレスとはなっても健全な松を腰にまで追い込むことはあまりないと考えられている。しかし戦中に感染した松ではこれらの影響により通常であれば発病しない条件でも古損が生じることがある。 松林の放棄に伴う土壌の不栄養化も間接的誘因となることが以前より示唆されている。健全な松は九州根のほとんどが外近根となっており、それにより養分、水分の乏しい環境に適応しているとされているが土壌の不栄養化によって九州根は土壌表層に集まり、なおかつ近根の発達が悪くなる。土壌の表層は 夏の乾燥の影響を受けやすい部分でもあり、このような状態では、水ストレスに敏感になると考えられている。松枯れの蔓延によって黒松林が壊滅し、紅葉樹が侵入してきた海岸の事例では、上層の構成種の変化だけでなく、下層の植生や土壌成分に変化があったことが、報告されている。現在、在線中病の対策は、薬剤の事前投与による、 発病予防と小指儀及び髪切りの駆除による病気の拡散防止が行われている。発病後の有効な対策は見つかっていない。キ切り虫の駆除線中を媒介する。キ切り虫を駆除し在線中病の拡大を防ぐ。方法、幼虫、成虫それぞれに方法がある。幼虫を標的としたものとしては、ミ切りが、 衰弱状態や固始したばかりの松に好んで産卵する性質を利用し秋から翌年春にかけて固始したばかりの木を伐採する方法があるその後伐採木の焼却粉砕もしくは薬剤散布によって材の中の噛み切り幼虫を殺すなお薬剤散布の場合は幼虫が材内部に食い進む冬以前に行わないと殺虫効率が悪いというこれらは 抜刀駆除と呼ばれ労働である。近年薬剤散布方法が見直され、被害期を適当な大きさに玉切りした後薬剤散布とビニールシートでの被覆をセットで行うようになってきており、単なる散布というより訓定に近くなった。この方法の利点として薬剤の飛散がなく殺虫効率も高いこと、さらに破砕や焼却といった作業に比べてその場で、 処理できることが挙げられる。薬剤には、有機リン化合物やカルバミン酸系化合物などが使われる。成虫を標的にしたものとしては、成虫の羽化してくる初夏に、髪切りが後食する、松の若い枝がある、樹幹部に殺虫剤を散布し、ミ切りを殺すことで線虫の感染を防ぐというもので、ある。後食の開始と線虫が、 紙切りから脱出始末に感染するのにはわずかではあるがタイムラグがあるのでこの間に紙切りを殺すことは感染防止に有効とされる。主に大型噴霧器による地上からの散布かヘリコプターによる空中散布が取られる。薬剤には口述のように農薬の定番有機林系か最近はそれに比べて人畜毒性の低いと言われるネオニコチノイド系が使われる。 散布には、周辺のドリフト被害などからの批判もある。また、農薬の種類によっては、森林認証制度を利用できなくなる場合がある。最近では、薬の他に、昆虫病原子状菌、特にその中でもボベリア俗菌を使う、殺虫方法なども提案されている。ただし、この病原菌も、農薬同様非選択性的性格が強く様々な、昆虫を殺してしまう。 カミ切り特に幼虫時期を対象とした天敵動物による防除、いわゆる生物農薬についても研究が行われているが、広く実用化されたものはない。鳥類では、キツツキの一種の赤ゲラ、寄生性捕食性昆虫として、細かた虫類、コクヌスト類、寄生ハチ等が注目されており、生息密度を上げることや、 法律的な捕食、規制を行う方法などが研究されている。船舟の移動を助ける紙切りではあるが、ある種の船舟は紙切りに規制する。松の間だら紙切りから見つかった船舟は、コントルチレンクスジェノテリコラとして新種記載され、しかも卵巣に規制するということから不妊化効果が期待されたが、完全な不妊メス生虫を作り出すのは難しく。 この計画は頓んざした。なお、海外の事例では、オセアニアにおける、北米原産末類に腰被害をもたらす、侵入昆虫の口利用バチにおいて、バチメス成虫を不妊化する寄生線虫が見つかっており、この線虫を用いた被害のコントロールも実現している。また、バチの線虫と和族が異なるが、 日本においてもスズメバチ上ハチを不妊化する、寄生線虫が見つかっている。寄生線虫に代わって注目されているものに、ボルバキアがある。ボルバキアは、昆虫や線虫に寄生する細菌で宿死メス船虫の産卵により、次世代へとつながるために、宿死昆虫の生殖機構を乗っ取り宿死メス個体、ひいては自分に有利に利用することが多い。 他にも犬のフィラリア症ではフィラリアに感染したボルバキアが病原性を高めたり、ある系統のボルバキアが感染した熱帯シマカはデング熱を媒介しにくくなる、縮主昆虫の寿命を縮めるなどの面白い性質が知られるものもある。近年、松のまだらカミキリを調べた結果、ボルバキアは単なる感染ではなくカミキリの常、染色体に組み込まれているといい、 遺伝子の水平電波を起こしたことが示された。昆虫のような高等生物でこのような水平電波は珍しいという。ボルバキアは前述のように宿主の生殖機構のコントロール能力を持つことがあるため噛み切りについても不妊虫話し,し害のような効果があるのではないかという仮説のもで研究が進められている。他には、松が弱った時に発する匂いを模したもので、 産卵期のカミ切りを誘引する薬剤などもある。松のまだらカミ切りでの誘引調査事例では、比較的上の方によく集まるという。松のまだらカミ切り成虫が、寄避行動を周波数の音波があることが発見され、農薬に代わる、新たな防除手段になるのではないかと期待されている。特定の林文で松レを防除する場合、侵入初期に異常を示した。 少数の松を的確に抜刀処理すれば、林内で感染サイクルが回って被害が拡大するのを防ぐことができる。しかし近隣に激害状態の林分があれば、そこから線中保持紙切りが侵入することは防げない。理論上は、林内で紙切りが発生して、激害とならないよう薬剤散布による殺虫、近隣林分の樹脂転換によって、紙切りの飛来が、 十分少なくなるまで持ちこたえることができれば、防除は成功すると考えられている。日本における完全な根絶例は、沖野選ぶ島の一例で1995年に根絶宣言がなされている。この事例では、空中散布による上木陸除の効果が高かったことが指摘されている。この他に、鹿児島県の吹上浜や佐賀県の虹の松原で、 被害をほぼ抑えることに成功している。ただし、吹上浜については2008年頃から薬剤散布が行われなくなって、再び激害化してしまい、図らずも空中散布の有効性が示される結果となった。発病後一気に腰死に至らず、年が明けた春先、場合によっては夏近くまで生存する個体があり、寒冷地では半数以上がこのタイプと言われる。 ミ切リ成虫が羽化する時期に、これらの衰弱した個体がある場合、松がカイロモンとなるエタノールやテルペン類を発して、生成熟したミ切リを誘引するため、防除の障害となる。線虫の駆除薬剤を受管に注入するか土壌に散布し根から吸収させる。効果では、線虫増殖抑制作用のものと殺線虫作用のものに対別される。 代表的なものにもランテル、メスルフェンホス、レバミゾール、マクロライド系と呼ばれ、土壌中の細菌が産生する三種、ネマベクチン、エマメクチン、ミルベクチンなどがある。これらの薬剤の有効成分の多くは人を含む動物における、線虫感染症にも用いられており、中には殺虫剤として使われるものもある。その他の薬でも効くものがあり、線虫も、 人や昆虫と同じくアセチルコリンを神経伝達物質として使うので神経伝達作用を阻害する作用の薬。例えばアセチルコリンの速やかな分解を阻害する有機臨剤なども線虫に有害である。在線虫病は感染後急激に発症腰に至り、また肝類の閉塞が見られることもあって、投与は線虫の感染前に予防的に行われることが多い。 防除効果は極めて高いが待つ1本あたり数千円の薬剤費用がかかり、かつ1から3年に1回の継続的な投与が必要だという費用的な問題のほか、ドリルによって穴を開けることや傷口の不適切な処理による障害、また薬害が出る場合もある等の欠点がある。薬剤の成分調整や使用方法の改良によりこれらの問題は改善されつつあるが、 費用面、労働面の負担が依然として、農薬散布に比べ大きく広範囲に用いるのは、現実的ではない。主に各地の名木や貴重な個体群、個人所有の庭木などに対して用いられる。紙切りの場合同様、天敵生物の利用もいくつか研究されているが、実用に至ったものはない。松丸太に対して、戦中と、 平竹等の線虫捕食菌を共に摂取した結果では、松野材線虫の増殖を抑制することが示されている。またトリコデルマ属菌やアクレモニウム属菌は線虫に対して有害であるとされる。松野材線虫は系統によって病原性が大きく異なり、また強毒性の系統でも培養を重ねると、病原性を失う。 この病原線虫の発見者の一人である、清原智也は、弱毒性系統の線虫を事前に摂取しておくと、後に、強毒性系統の線虫を摂取した時に越し、しにくいというワクチンのような誘導抵抗性効果があるという面白い現象を報告しているが、これも実用化には至っていない。他の植物寄生線虫による被害、特に農作物における線虫の被害は、 土壌病害という扱いになるものが多く、薬剤群状の他にも連作を避けたり、殺戦中効果のあるマリーゴールド等の植え付け、天地返しなどの伝統的対処法が知られている。最近の一種バチルスチューリンゲンシスの産生する、毒素は昆虫に有害、人に無害ということで、BT 剤などと呼ばれ、農薬に用いられてたり、毒素を作り出す遺伝子を、 農作物に組み込んで遺伝子組み換え作物として利用されたりしている。近年この毒素が昆虫のみならずある種の船虫にも有害であるという報告がなされており、農作物だけでなく他の分野への応用が期待される。被害罪の移動制限在来、外来問わず待つ枯れ被害罪の兄内動は木材内に船虫保じ髪切りがいる可能性を考えると慎むべきである。 離島での発生はもちろん、そもそも日本での発生も在内にいた、戦中保じかみ切りから始まったと考えられている。日本では、森林病害中逃亡情報第3条第5項に、基づき移動制限、移動禁止措置が義務付けられているが、平成の時代に入っても奄美大島など、離島部で新規にまつかれの報告があるところを見ると、守られているとは言い難いのが現状である。 日本国外でもモノクマノス属カミキリムシの侵入を警戒している国は多く、木材輸出入の際には白皮や乾燥を求められることが多い。予防的な在来末の伐採、樹種の切り替え激害林分及び線虫が侵入すれば、激害となることが予想される林分は、積極的に伐採して樹種転換を図り、被害拡大を食い止めることも行われている。 2006年には、青森県において、松枯れの北上を阻止するために隣接する岩手、秋田の2県のうち、病気の北上の一しい秋田県との県境に、約2キロメートル幅の防除帯を設け松をすべて除去するという対策が取られた。なお、青森県内では県境から遠いにもかかわらず、よもぎた村において2010年1月に、 戦中感染によるコシギが初確認され、久々に新規都道府県での感染確認となった。その後2013年には、危惧されていた通り、秋田県に隣接する深浦町でコシギが確認されるなど徐々に被害が出始めている。また、神切は戦中の感染に限らず、弱った松を産卵対象として好むために、 林内の競争に負けて弱った個体を干抜等で、まびくのは噛み切りを、誘引、散乱させないために有効とされる。抵抗性品種の植栽、開発かつては抵抗性の北米種を植えることが行われた。低田松や利疑田松が代表的である。特に、低田松は原産地では樹高40から50メートルに達することもある。 大型種で在来赤松と比べて、苗木の成長も極めて早いなどと、松明カレ以外の面も期待されたが、地上部に比べて、根の発達が貧弱で風で損傷しやすいことや、外来種問題などから現在は、廃れてしまった。他にも、在来の黒松に、バビショウを掛け合わせた雑種などが開発されたことがある。バビショウは、アジア産種でありながら、 戦中に対して強い抵抗性があり、この雑種も抵抗性を持ったという。ただし、これも戦中には抵抗性があっても他の害虫に弱いという欠点があり、広い普及には至らなかった。現在主流なのは、在来種の抵抗性個体の選抜である。松枯れ被害の大きな森林でも故視せず、生き残った個体から種子を取り、 発芽させた苗木に線虫を投与して故障しなかったものを選抜する。未生の子は親のクローンではないために必ずしも抵抗性を持つとは限らないために線虫の摂取による抵抗性の検定が欠かせず手間と費用がかかるのが欠点である。挿式などの無償繁殖では子供は親の形質をそのまま受け継ぐために抵抗性系統の母樹から低コストで 効率的に生産ができると考えられている。一方で、松は一般的に挿し木による繁殖が難しいことで知られており、効率的な発根、定着条件を探す研究が続けられている。近年の研究では、発根率の良い若い苗木時代に植物ホルモンのサイトカイニンを投与してやると、発根率の良い刺し穂が量産できるとされている。 赤松には抵抗性系統が比較的多く見つかっているが、黒松の抵抗性系統は少ない。また、これらについても抵抗性はあるが、樹形や成長速度などの面は考慮されておらず課題が残る。病理的に不明な部分があること、日本人の遺伝子組み換え作物に対する嫌悪感もあってか遺伝子組み換えの抵抗性松を作ろうという動きはほとんどない。 海外種との交雑実験も前述のように捨てれてしまった。現状の松食い虫防除事業には一定の批判がある。紙切り成虫を標的にした農薬の空中散布は根強い反対意見がある。農薬散布は1977年4月18日付法律第18号の松食い虫被害対策特別措置法で制度化された。 の特別措置法の執行に伴い、森林病害虫逃亡情報が改正され必要なものについては、この法律に取り込まれている。同第7条の2、防除実施基準など紙切り駆除を目的として、散布される農薬には大きく分けて、有機林系とネオニコチノイド系があり、いずれも、昆虫の神経に作用する。有機林系化合物は、 現在の農薬の定番とも言える薬剤ではあるが、サリンなどの化学兵器にもなる、猛毒ガスも知られ、ネオニコチノイドは、ミツバチの異常行動の原因として疑われるなど、いずれも印象は、あまり良くない。前者には、フェニトロチオンやマラチオン、プロチオホス。後者には、アセタミプリドや、チアクロプリドなどがある。これらの農薬は、ミキリ以外の昆虫にも有害である。ため、 生物多様性などに悪影響を与えるのではという声もある。有機リンカーバメイトなどのコリニエステラーゼ阻害剤による野生生物による影響としてはいかに示すような報告がある。ただし上に挙げたようなマツカレに実際に使う薬剤だけでなく広く有機リンカーバメイトとしていることには留意されたい。例えば野鳥についてはセミやら水生生物は 岩田、菊池、若林など。ちなみに、同じく昆虫が病原体を媒介とする、ニレタチガレ病においては、病原菌媒介者である、菊ム種類を標的とした、DDT 等の非選択性能薬の散布が行われたが、薬剤の生物濃縮による、小鳥の中毒死など多生物に影響が出たので、中止された。DDT 禁止運動の発端になったのが、 レイチェルカー村長の有名な沈黙の春であり、民衆を大きく動かした事例として知られる。また、黒松、赤松は、いずれも紅葉樹の高木の生育が困難な厳しい環境条件下で、局所的に安定した群落を維持することを除くと、広域で安定した森林を作らない。むしろ、植物繊維の上では、拉致に定着する先駆者樹木であり、林内が暗く、 不栄養になると次世代への更新ができない。そのため、松林を維持するには常に臨床を品栄養かつ明るい条件に維持する必要がある。かつて、松林の落葉落死は広く燃料として利用され、そのために人里周辺では松林が維持されてきた。現在それが行われなくなったため、松林の減少するのは当然であり、松材線中病は 単にそれを加速したに過ぎないという考えがある。この考えに立てば、必要のなくなった松林では、松食い虫防亡は必ずしも行う必要がなく、むしろ殺虫剤の広域散布による弊害を考慮すべきである。用いられている殺虫剤は選択的に松のまだらかみ切りを殺すものではなく、森林の生物群衆を構成する昆虫など、 地上生の接触動物を非選択的に殺すものであるために森林の生態系を乱した要成を損なう。農薬の人体への健康被害の研究と比べても地域生態系への影響評価の研究はまだ十分とは言えず、この観点からの防除対策の評価が必要である。また、腰下松を切り倒す作業による周囲の拡乱によって自然植生の回復が遅れたり、 被害が広がったと思われる例もある。長野県松本市では、赤松林の松枯れ被害の内松在泉中病による被害期の主原因とされる松在泉中を媒介伝播する主原因とされる松のまだらかみ切りのうかごの成虫の駆除のみを目的としたニコチノイド系殺虫剤の無人ヘリコプターによる空中散布が2013年から行われているが、その効果は 限定的で2019年現在散布地の赤松林の松枯れはさらに拡大もしくは古村が広がっている。このためドリフト等による健康被害や発達障害リスク税金補助金の無駄遣いを憂う複数の弁護士及び松本市民らによる反対署名活動や市街地での反対デモ行進など大規模な空中散布反対運動が展開され、 2017年から松本氏を被告とした訴訟がいくつか提起されている。この問題は国会でも取り上げられ、週刊誌やネットニュース等でも報道されている。農薬の空中散布に批判があるのは当然だが、それを理由に、あるいは別の理由で松食い虫死亡や時には松林、そのものを不要とする意見が出されることもある。それらへの反論の一部を挙げる。 松枯れによると考えられる松の集団古村の記録は、1905年に、長崎市周辺で発生したものにまで遡る。1914から15年頃には、兵庫県赤尾市でも被害が発生し、以後九州山陽地方に被害が広がった。戦中戦後は、松枯れ傍女の余裕もなく、被害が拡大した。戦後は、GHQ の韓国の元リニア町や、 各自治体が強力に抜刀駆除を進めた結果、一時、被害は沈静化された。当時は、家庭用燃料の3、4以上を、焚き火が占めるなど燃料としての需要が旺盛だったため、松枯れ被害剤も燃料用に飛ぶように売れたという。さらに、里山赤松林では、落死落葉や、休暇も、肥料や燃料として利用されたため、林内にはあまり有機物が堆積せず、 品栄養に保たれ、先駆樹種である赤松に適した環境が維持されていた。しかし1950年代の燃料革命や化学肥料の普及によって、肥料や燃料としての松林の落子落葉の需要が減少して林内に放置されたため、土壌が不栄養化して、赤松には不適当な環境になり始めた。松茸の大幅減産もこの頃である。また、 松材は、強度が高いため、屋根を支える梁などの建築用材としても生産、利用されてきたが、素材生産量は1957年の1551万、流米をピークに減少に転じ、さらに1960年の木材輸入自由化後は、価格競争にさらされ、1975年にはほぼ、1、4 2まで減少し、2004年にはわずか82万。 流米にまで落ち込んだ。このような松をめぐる環境のもと、防除の努力にもかかわらず松枯れ被害は1970年代から再び増加に転じ、1979年には被害在籍が243万流米を記録している。以後毎年100万流米前後の被害が続いてきた。現在は、保安林や継承地などの保全と被害の北上を、 阻止することに重点を置いた防除が行われている。2015年現在、被害の北端は、東北地方北部に達しており、日本海側が、青森県南西部の深浦町付近、太平洋側はやや進行が遅く、岩手県の中北部の八幡大市、滝沢市付近、三陸海岸沿いはさらに進行が遅く、大船都市付近となっている。 日本に近い東アジア諸国でも松枯れが問題になっている。中国では1982年に南京郊外で発生が確認され、バビショウや日本産黒松に被害が発生している。台湾では1970年代から琉球松の松枯れが報告されている。香港や韓国でも発生している。韓国では日本産赤松や黒松の被害が多かったが、 最近では、朝鮮御用の古紙も確認され始めたという。ヨーロッパでは広く分布する、ヨーロッパ赤松ピヌスシルベストリスや、フランス海岸省ピーパイナスターが、感受性であることから、ヨーロッパ各国が北米からの松材の輸入を禁止する措置をとって、貿易摩擦にまでなった。1999年には、ポルトガルのリスボン近郊で松枯れの発生が確認され、 現在その封じ込めと根絶のための努力が行われている。ありがとうございます。